こんにちは、京都のサイクルショップエリーのリッキーです。さて今回は続々発表されている各メーカー23年モデルの中から、このチャンネルでメインにお伝えしている油圧ディスクブレーキ搭載クロスバイク5000をお話ししていきます。まず油圧ディスクブレーキはワイヤーの代わりに油圧でブレーキを制御するブレーキシステムのこと。重量が若干上がるものの、どんな天候でも軽い力で効く制動力とメンテナンス頻度の低さからスポーツバイクとの相性が良く、特にスポーツバイク初心者におすすめのクロスバイクは各メーカーラインナップが豊富になってきています。その油圧ディスク搭載クロスバイクの中から、もし当店に5車種しか展示してはいけないと言われたらと題しまして、エイリンおすすめの日常とスポーツの両面で活躍できるモデル5000をお伝えしたいと思います。まずは1台目、ジオスミストラルディスクハイドロリックです。イタリアの老舗ブランドジオスの定番クロスバイク、ミストラルの油圧ディスクモデルです。若干重量感があるものの、シンプルで飽きがこないデザインなことと、ハブやクランク、ブレーキに至るまでほとんどのアッセンブルパーツを島の車製で統一し、メンテナンス頻度を下げることで長年愛用できるモデルとなっています。特にハブが島の製というのは、日常使いのライダーにとっては自転車の寿命を伸ばしてくれる大事なポイント。今回の5000の中でトップクラスに日常使いにおいてメンテナンスリスクを下げられるランニングコスパ優良モデルだと言えますね。2台目はこちら、コーダーブルームレイルディスクです。レイルディスクはシリーズ共通で同価格帯トップクラスの軽量フレームを採用。軽いイコール速いというわけではないのですが、走行性能が高いことには間違いがなく、おすすめなポイントになっています。さらに先ほど紹介したミストラルディスクハイドロリックとほぼ同スペックで島の製パーツで統一。そして通常付属品として別購入のフロントライトとサイドスタンドが標準装備で、最終的なコストパフォーマンスも高く、フレーム性能、アッセンブルパーツ、コストパフォーマンスとどれをとってもバランスの良い高スペックモデルとなっています。3台目はこちら、富士ライズディスクです。今回紹介するラインナップの中では、個性派モデルのライズディスク、ストップ&ゴーに強いクイックな走行性能を発揮するフレーム設計で、街中をシャープに駆け抜けます。ただヘッドチューブが短く若干前傾姿勢なことや、高速時の安定性が弱いデメリットもあり、長距離のサイクリングよりも都会を走ることをイメージしたモデルだと言えます。そしてサイズ、カラーとラインナップが豊富で、ストリート系からカジュアルなラインまで普段着に合わせたコーディネートが可能な点、また自分らしいカスタムが楽しめる拡張性も含め、街中に特化したモデルだと言えますね。4台目はこのチャンネルでもご紹介させてもらったことがあるマリンニカシオ SE です。近年各ブランドが増やしてきた 650B タイヤのクロスバイクで、タイヤ幅が広いのでグリップ力、クッション性が高く、ちょっとしたギャップを気にせず乗り越え、安定感のある走りが可能です。路面抵抗が大きく失速しやすい弱点はあるものの、信号の多い街中では失速を感じる前に止まってしまい、逆に 700C とほとんど変わらないタイヤ外径からスタートがしやすく、街中をのんびり快適に走れるモデルとなっています。そしてニカシオ SE は今回紹介した中で唯一の黒森フレーム採用モデル。この細身でシンプルなクラシカルなデザインは黒森の魅力の一つですよね。そして最後はダークホース、コロナ禍の前かと思わせるコストパフォーマンスのアンカー RL1 です。
スポーツバイクとしての推進力を生かしつつ、快適性も意識したフレーム設計の RL1、 そしてブリヂストンならではの耐久性や強度を兼ね備えていることで、日常使いからスポーツ目的としてもハードに使っていける裾野の広い一台となっています。さらにライト、ワイヤー錠、スタンドといった別途購入品が標準装備、さらにさらに3年間盗難保証までついてきて、コスパは最強クラスです。まあ真相は分かりませんが、この円安の中、国内メーカーの強みが出たのでしょうか。スポーツバイクを始めてみたいけど予算が限られている方におすすめな一台になっています。それでは油圧ディスクブレーキ搭載クロスバイク5選のまとめです。ご紹介させていただいた5車種をざっと表にまとめてみました。日常使いができる油圧ディスクブレーキ搭載クロスバイクとして、ランニングコスト優秀であったり、トータルバランスであったり、のんびり走行や街中特化、国内メーカーの強みといった各メーカーで大事にしているポイントがあり、自分の用途に合わせたモデルを検討することができる5車種に絞らせていただきました。改めてご自身がどのような乗り方をしたいのか、どこを大事にしたいのかを基準に見ていただければと思います。あ、当然デザインも重要です。皆さんの好みの自転車があればいいなと思います。とここまでが通常の5選となりますが、せっかくなので5選から漏れた、できれば入れたかった裏5選をご紹介したいと思います。まずはマリンコルトマデラディスク AFSE です。23年モデルからフロントフォークがアルミ素材に変更され、軽量化されたことでとてもバランスの取れたクロスバイクになりました。その上スタンド、鍵が付属されており、トータルコスト面でも考えられている内容です。しかし価格面で他と比べ少し高くなってしまい、あと数千円安ければ5000円に入っていたかなという感じですね。次はこれを入れないのかと思った人も多いでしょう。ジャイアントエスケープ R ディスク MS です。クロスバイクの土定番モデルと言われ続けるエスケープシリーズ、確かにフレーム性能だけであれば絶対的におすすめ度が高いモデルと言えます。とはいえ23年度の値上がりの影響は大きいです。日常とスポーツを兼ね備えるといえばエスケープというのは分かっているのですが、このご時世コスパは見逃せないですよね。またこちらも入っていてもおかしくない1台、ビアンキー C スポーツ2です。こちらも初めてのスポーツバイクにおすすめな加速性能と安定性のバランスが取れた設計、太いタイヤで街乗りに重きを置いたモデルで、老舗イタリアブランドが出すおしゃれクロスバイクとして5000から外せないモデルでしたが、22年10月現在で23年モデルが未発表、そして22年モデルはおそらく23年末頃入荷予定と在庫も不安定なため、今回のお店に置くというテーマからは外れる内容になりました。そして最後2台は悩みました。まずはコーダーブルーム景色です。景色はのんびり快適に走れる 650B タイヤが採用されたクロスバイクとして、2箇所 SE と同コンセプトとなるモデル、正直景色も日本人に合わせたジオメトリー、シマノで統一したパーツ構成ととてもいい自転車です。これで佐渡ロングライドも完走することができましたからね。ただ今回は他のクロスバイクとは違い黒森フレームであること、カラーラインナップが豊富なことで展示と考えて
2箇所 SE を選びました。もちろん乗られる方によっては景色の方がおすすめになるケースは多々あると思います。そしてマリンミュアウッズ 29SE です。振動吸収性が高い黒森素材に太めのタイヤが履けるクリアランスを持つフレーム設計のアクロもアクティブに挑戦できる 700C クロスバイクです。こちらも黒森フレームが2箇所 SE と被ることで悩みました。ただ今は 650B クロスバイクの有能性もおすすめしたいので今回は5000から外れることになりました。当然ミュアウッズ 29SE も景色同様に乗られる方によってはおすすめすると思います。以上ができれば入れたかった裏5線となります。いやーとにもかくにも5車種に絞るのはなかなか難しいものですね。正直やはり乗られるお客様によって大事にしているポイントが全く違ってくるので全員にこれがおすすめというわけにはいきませんが、当店で展示を5車種に絞るならということで今回は選びました。気になる1台はありましたでしょうか。ぜひご自身のライフスタイルに合ったクロスバイク選びの参考にしていただければと思います。ではでは、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。ちなみにブログの方でもご紹介していますので、そちらの方もご覧になってみてくださいね。また商品のお問い合わせや実際に乗ってみた方はレビューなどコメントをいただけると嬉しいです。そしてもしこの動画を気に入ってもらえたならチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると励みになります。ぜひよろしくお願いします。